流れる血にシャンパン、髪にバラを刺して。もう少しアンダンテ。今日は8月4日火曜日です。今日のオッターバーアンダンテをお聞きいただいた皆さん、どうもありがとうございました。今日はモーツァルトとコンスタンツの結婚記念日ということで、モーツァルトというミュージカルで奥さんのコンスタンツが歌う歌を、ダンスはやめられないっていう歌をがやったことないかったんですが、かっこいいから歌いたいなと思ってやってみました。ありがとうございました。メールを、でコンスタンツはすごい悪妻と言われていますが、まあ、ちょっと天才と結婚しちゃったから大変だったというだけで、まあね、まあ、コンスタンツにも大変だったねっていうところがあると思うんですけれども、いかがでしょうか。メールをご紹介します。ありがとうございます。ラジオネームナランチャさん、ありがとうございます。実は島田さんに質問があります。オッターバで流れている CM、今なら中野さんの全部捨てればという本の CM のナレーションをされているのって島田さんなのでしょうか。うちの嫁さんはこれって島ちゃんやんというのですが、本当に島田さんでしょうか。2月の初旬にも、三枝慎太郎オルケスタデラエスペランサの CM を喋っているのが誰なのか斉藤さんにメールしたことがありますということで、中野さんの CM も三枝慎太郎さんの CM も私です島ちゃんかなっていうやつは多分全部私私です。こうちょっと文章が変わって取り直したりしてるのがあるので、それによって私がなんかトーンが違ったりするしたり、もうちょっとゆっくりめでみたいになったりしてることがあるんですけれども、全部私ですので、なんか途中で違う女性とみたいになったというのはないと思います。オッターバ .tv がの時もオッターバ .tv っていういいモーリーの後は私ですまたCM が、ね、オッターバをお聞きいただくとかかると思いますので、あいつだなと思っていただけると嬉しいです。だいたい、はい、私かなみたいなやつは私です今日はすごく暑くなって、7月はね、梅雨が長くて大変だったんですけれども、あと晴れて、またなんか晴れっぽい曲とかもたくさんかけられるなと思いました。なんか逆にこう雨だれとかちょっとかけるタイミングを失って梅雨時に一回かけておけばよかったかなとか思うんですけど、まあ晴れでもかけようかなと思う、ね、かけてもいいですかねあとはね、暑いですけど、暑いからなんかシベリウスとかかけてちょっとこう寒いところのなんか、ね、気持ちになったりするのもいいかなと思うんですけど、今日はちょっとハワイの曲とかもかけられて、やっぱいいなと思いましたので、ちょっとこうのんびりできるような曲もたくさん今後もかけていきたいと思っております。リクエストどんどんお待ちしていますので、なんかフレーバーリクエストみたいなのでちょうどいいのがかけられてるかはいつも不安なんですけれども、どしどしお寄せください。オペラの題材とかもこれ気になるみたいなのがあったら送っていただければと思っております。もう本当に暑くなってきたので、熱中症はね、あゆみさんがもう大変だったんですけど、その永井さんとの LINE グループでなんか返事返ってこないなと思ってたら本当に大変なことになってて、うーと思ったんですけど、皆さんも本当に気をつけて、ね、ここから暑くなりますけれども、水分をたくさんとって元気に
乗り越えていきましょう。それではまた来週です。バイバイ。